はい、皆さんおはようございます。今日は9月の1日水曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、昨晩はですね、ほとんど商いがない中での、商いがないというかあまり動きがない中での1日で終わってしまったかなというような印象です。で、昨日でなんですけれども、8月が終わりまして、7ヶ月連続での株式上上昇というようなことを記録しています。で、非常に今年好調ではあるんですけれども、結構マーケットで今注目をされているのは、9月っていうのはですね、結構アノマリー的に弱い月っていうふうに言われているようで、9月は非常に厳しい月が来るんじゃないかというような心配をですねしている人が結構いますと。で、中にはですね、ちょっと売った方がいいんじゃないかっていうコメントも、いろんな市場の関係者から聞かれてはいるんですけれども、やはり一番の肝となるのは雇用統計プラス FOMC でどのようなガイダンスが出るかというところかなと思っています。もしそこで何かしらその大きく荒れるような展開のコメントが出てこなければ、すなわちテーパリング開始ですよというようなある意味サプライズが出てこなければ、9月もですね、株式市場に関しては堅調に推移をするんではないかなと思っていますし、マーケットとしては9月やはりテーパリングないよねっていうところがコンセンサスだと思いますので、しっかりとマーケットとしては株を買いに行くと、リスクアセットを積んでいくというような方向性に行くんではないかなと僕は思っています。で、僕としても継続的に今後ですね、リスクアセットを積んでいこうかなと思ってまして、昨日もですね、ほんの少しだけなんですけども、NVIDIA をですね、VTI ちょっと切り崩して入れてます。本当にすごい小さい割合ですね、なんですけども、落ちていくたびに、少しマーケットが弱含むたびに、このようにですね、アセットを積み増していきたいなと思っています。で、もちろん銘柄によってはですね、なかなか難しい銘柄っていうのもやっぱり出てきていて、昨日に関してはズームがですね、決算があって、おとといに決算があって、結果が弱かったということで、弱かったというかいい決算ではあるんですけれども、成長が今後鈍化していくというか、実際に売上が減少を予想するということもあって、昨日で 16.7% ぐらいですかね、減少をしていました。で、今日はですね、先ほどクラウドストライクも決算出ていて、良かった決算ではあったんですけれども、ちょっとやっぱりここ最近上がりすぎているバリエーションが高いというところから、若干嫌気をさして 4% ぐらいの下落になってきている。だこういったところを見てみると、非常に決算をミスした銘柄に対しては、シビア、かつ決算がいい銘柄に関しても、そんなに大きな予想との乖離がなければ、やっぱりちょっと割高感から売られてしまうということも、あるので、結構動きとしてはシビアかなとは思っています。ただし一方で、例えば Google のような銘柄で、決算非常に良かったですよね。そういった銘柄に関しては、割高だっていうふうに言われながらも、継続的にやっぱり上昇していく。これは、Google だけではないですし、今回、今年だけではないんですけれども、やっぱりこのしっかりとアーニングを出してくる、いい決算を出してくる銘柄に関して、かつ成長を続けて、見せられるというところに関しては、しっかりとした買いっていうのは継続的に入ってはくるので、多少の調整はですね、当然だと思うので、あまり、マーケットでのニュースに一喜一憂することせず、ポジションをですね、いい銘柄に積んでいくというのが、第一の優先順位かなと思って、僕は継続的に、やっていきたいと思っています。あとはですね、仮想通貨の市場が非常にいいというところもあって、結構その仮想通貨を持ってるかどうかっていうところでパフォーマンスが大きく変わっている方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。で、株式上としてはちょっとここ1、2週間軟調だなというタイミングでも、仮想通貨の市場がかなりいいパフォーマンスを出していたりとかっていうのもあるので、やっぱりこの株式だけじゃなくて、仮想通貨じゃなくてもいいんですけど、他のアセットを組み入れるということでパフォーマンスが安定するっていうのは、今週というか今月、8月ですね、非常に大きく感じた月だったんじゃないかなと思っています。で、もちろん当然仮想通貨とかっていうリスクが高いものをですね、ボラティティが高いものを組み入れてると、やはり逆もしかりでもあるので、どれぐらいの割合を組み入れるかっていうのも非常に重要なポイントとはなってくるんですが、またそれですね、別の動画でちょっとお話をしていきたいと思います。はい。で、指数一緒に見ていきたいと思うんですが、ダウはですね、マイナスの 0.11%、S&P がマイナスの 0.13%、ナスダックがマイナスの 0.04%、ラッセル2000がプラスの 0.34% というような推移で終わってました。で、米国の10年債の金利なんですけれども、ちょっと落ち着いてきていて、
1.31% での引けとなっています。3ベースの上昇ですね。ここ最近金利に関して少し上下というかボラティティが出てきてますけれども、そんなにやっぱり利上げだというような方向性の見方もなかなかないですし、まあ、あとはテーパリングが9月という予想が、まあ、11月というところに市場の予想という意味ではずれ込んでいるというところもあるので、金利に関しては引き続き、まあ、若干静かな状況というのが続いていくかなと思っています。はい、ニュース一緒に見ていきたいと思うんですけれども、バイデン大統領はですね、アフガニスタンから完全な、軍の撤退が完了しましたということが発表されていました。で、今後なんですけれども、やはりそのアフガニスタンが、まあ、孤立するっていうことを結構その近辺の諸国は非常に懸念をしていて、孤立することで経済的にもですね非常に不安定な状況になる可能性が高く、でそうなってくるとやっぱりテロだったりとか、そういった可能性が高まるということで、このあたりはですね協力をしてやっていきましょうというふうに呼びかける国々が、まあ、結構出てきているんですね。ヨーロッパも含めてということですね。なので、まあ、今後このあたりどういうような議論が進んでいくかというかっていうのは、まあ、政治的な観点から非常に注目をしていきたいと思っています。はい、次なんですけれども、アメリカのですねケッシラー住宅価格の指数というところが、6月はですね前年比で 19.、まあ、6月の今回数値を発表したということですね、なんですけれども、前年比で 19.1% の上昇を見せていました。で、過去最大の伸び、レコードでの伸びということになっていたんですけれども、まあ、若干ちょっとタイミングが今の、タイミングと違うので、まあ、少し強い数値っていうのは出てるとは思うんですけれども、引き続き、住宅価格の上昇っていうのは継続していくんじゃないですかというのがエコノミストの見方としてもありますし、まあ、予想をですね、こういう数値を出してきているということもあって、本当にこの住宅バブルというか住宅の価格の上昇というのは本当に大丈夫なのかなというのが少し心配になってくるようなタイミングではあるんですが、まあ、エコノミストの、コメントとかっていうのをちょっと拾ってみると、住宅の伸びっていうのはですねもう少しピークを迎えているんじゃないかと。結構ここ最近はやっぱりコロナが、まあ、ある意味落ち着いてきたこともあって、これまで住宅の販売とかっていうところを抑えていた個人が、まあ、外に出てというか売りに出始めるんじゃないかってことがコメントとしては出ていました。ただし、まあ、今年いっぱいに関しては非常に、住宅としては強い数字がですね出てくるんじゃないかということで、まあ、そう簡単にはそんなに早急にはこのバブル的価格の上昇っていうのは収まらないというようなのが見方ではあるかなと。ただしピークはちょっと見えてきてるんじゃないかということですね。はい、次のニュースいきたいと思うんですけれども、アメリカの方でコロナのワクチンの1回目の接種者っていうのが、ですね、8月は1400万人達成で、前月よりもまた増えてますよということが発表されていました。ただし、その一方で、ワクチンを完了させた、2回打った人っていうのはアメリカの、まあ、成人でですね、63% にとどまっていると。で、これっていうのはもうすでにヨーロッパにも抜かれていて、日本も、まあ、これに迫るような勢いで、今接種が進んでいると。なのでアメリカに関しては結構最初はですねものすごい接種のスピードがあったんですけれども、その後かなり急激に減速していて、なかなかワクチンの接種が進まないで、かつ、またですね今いろんな変異株がまた出てきていて、まあ、そのあたりの感染状況っていうのが少し心配だなっていう感じですよね。で、Google だったかな、 Google もオフィスに従業員が戻ってくるっていうのを、まあ、1月にまた先送りしたりとかして、結構そのコロナの収束っていうのが見えそうで見えないという状況が今も続いているという感じなので、まあ、今後もですね継続的にワクチンの接種を進めるというところもある一方で、2回ワクチンですね、3回目の接種をどれぐらいのスピードでやっていくかっていうところも今後注目されていくポイントだと思うので、ニュースですね引き続き追っていきたいと思います。はい、で、そのヨーロッパ、成人はすでに7割を接種を超えているということではあるんですけれども、結構そのヨーロッパの中でもやっぱ先進国の方は非常に進んでいて、東欧諸国で、まあ、比較的貧しいと言われている国はなかなか進んでないんですね。なのでこのあたりの格差っていうところで、どうなっていくかと。で、かつ国の移動とかっていうのもヨーロッパの方は非常に簡単にできるので、まあ、ヨーロッパで、まあ、そういった格差ができることによるヨーロッパ全体へのリスクっていうふうになりかねないので、まあ、このあたりは継続して見ていきたいと思います。はい、で、WHO からのコメントが出ていたんですけれども、南アフリカでですね新たなコロナの変異株が出ましたよと。で、ただしこれはまだ非常に感染力が高いとかそういうことではないんですけれども、注視をしていきましょうと。
で、さらにはまだ世界中に拡散してるわけではないんですが、まあ、今言われてるのは C12 というふうに言われてるものらしいんですけれども、まあ、今後このあたりの情報は注視していきたいなと思っています。はい。で、次なんですけれども、中国の方で、政党でですね、アメリカの商工会議所に活動停止の要求が出ていました。で、まあ、これ理由については不明なんですけれども、まあ、中国はですね、またアメリカとの政治的なあのやり取りの中でこのようなことをやっているということで、まあ、引き続き二国間の政治的な緊張っていうのは高まりを続けるのかなというところで、まあ、一つ目を配って見ていきたいポイントかなと思ってます。はい。あとはですね、中国の方で、まあ、大手銀行に対して8月、融資拡大っていうのを積極的に行ってきなさいよというお達しが、まあ、出ていたようです。で、今後ですね、住宅関連の、まあ、ローンとかっていうところを中心に、もっともっと出していきなさいということが行われていくと思うんですけれども、まあ、その一方で中国の方でですね、テンセントが、まあ、音楽の著作権を独占契約している企業があるんですが、まあ、そういったところに、まあ、全て解除しなさいという命令が出ていました。まあ、いわゆるそのメガテックみたいなところの、まあ、独占的なビジネスの地位っていうのを、まあ、少し弱めていきましょうというところが、まあ、一つ意図としてあるんですけれども、まだまだやっぱり中国の企業に、特に大手のテックの企業に対しての圧力っていうのは継続的にかかっていく状況は変わりはないかなと思うので、もちろんちょっとリバウンド狙いで入っていく人もいるんですが、まあ、僕はですね、しばらく中国の方からは、まあ、身を引いて遠くで見ていたいなと思っています。はい。リスクアセットを継続的にまだまだ積んでいくようなセンチメントっていうのが続いていくんではないかなと思いますし、僕もそれを追いかけていきたいと思います。で、引き続きですね、テック銘柄中心のポートフォリオっていうのは、まあ、今のところ変えるつもりもないですし、まあ、短期でポートフォリオのポジションを大きく変えていくつもりはないので、今年もですね、まあ、今のポジションを維持をして引き続きリスクオンでやっていきたいと思います。はい。まあ、なかなかちょっと日が短くなってきたこの頃という感じではあるんですけれども、まだ少し暑い日々が続くと思いますので、ぜひ皆さんもですね、お出かけの際にはしっかりと水分とっていただければなと思ってます。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。